こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。これから見ていただく動画というのはコロナ前に、宝塚市にある鉄板焼き屋さんに行ったんですね。でその時の映像があります。これを見た時にどうでしょう、皆さんしずるが出るのか出ないのか、ちょっとご覧になってください。どうぞ。はい、いかがですか。あの鉄板のところにプチ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 ってね、あの弾ける音であったりとか、まあ湯気であったりとか、まあこういうものを見ると、まあ時間帯にもよると思うんですよ。昼前とかね、晩ご飯前とか、やはりこう、っていう、なんかちょっと腹減るな、よしこれ食おうかっていうような気持ちになるんであれば、もし飲食店をやってる方であれば、ご自身の料理をぜひ動画で撮って、まあ、YouTube に上げてですね、いろんなところで拡散してみてください。レッツ動画。